どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあお知らせです。皆さんガズレシピって知ってますか？はい。ガズレシピっていうのはですね、ガズレレ G ラボで出しているアプリがあるんですよ。皆さんご存知でしょうかね。皆さんのスマホとかタブレットに入ってますか、このガズレシピ。はい。ぜひ皆さんダウンロードしてください。ダウンロード自体は無料なんですけど、その中でですね、楽譜が購入できます。で、1曲ずつでも買えるんですけど、こうセットになったブロックでも購入できるということになってるんですけれども、ひとまずですね、今日のお知らせは新しいブロック40曲が追加になりましたというお知らせでございます。ちょっとその前にね、ガズレシピのことをご存知ない方はもしかしたらいるかもしれないと思うので、ちょっとご案内なんですけど、まず公式ホームページ行ってもらうとね、こういう特設ページがまあ、あるんですね。そこに行ってもらうと、このアップルだとかそのエクスペディアとかそのそれぞれのこのアプリのね、ダウンロードできるところにリンクがかかってるんで、iPhone の方とかエクスペディアの方それぞれのところでですね、そのアプリをですね、まずインストールしてください。インストール自体は無料ですからね。で、お試し楽譜とかもいっぱいあるんですけど、このガズレシピの楽譜、要はスマホとかタブレットで見る電子のデジタル楽譜ですよ。で、もちろんね、めちゃくちゃ見やすくようになってるし、このガズレシピの特徴は、なんと、かっこいいバージョンと簡単バージョン、2つ、ノート、ガズのノートみたいに上下で表記されているというのが特徴でございましてですね、かなりですね、曲数も相当増えております。で、そこでちょっとこんな感じでね、見てもらうと入っていくとね、こんな風になってて、この赤く囲っているところが新しいブロックで、40曲追加になったということで、さっきも言いましたけど、このブロックで購入していただくとすごい割安なんですけど、1曲ずつもこんなような感じで、ゲットしていただきます。で、過去にもね、ものすごい勢いで、楽譜ありますので、ぜひ皆さんこれを機にですね、ガズレシピのアプリをインストールしていただき、お気に入りの曲それぞれダウンロードしてもいいと思うし、ブロックで、ご購入いただくのもいいと思います。タブレットとかだとかなり見やすいですね。スマホでもね、結構今大きいスマホとかもあったりして見やすいと思うんですけどね。あとそのね、表記なんですけど、自動スクロール機能がついていたり、練習にね、もうめちゃくちゃいいメトロノームもね、ついていたりと、なかなかすごい機能が満載でございまして、このアプリ入れておくといろいろ楽しいこと満載でございます。はい。そしてですね、今回追加されたボリューム10、もう 10ブロック目ですから、もうだから400曲ぐらいはもう追加、そのアプリの中に楽譜があると思うんですよね。で、今回追加されたの、ざーっとリストを出しときますと、まあ、こんな感じですね。もう名曲たち、新旧を織り交ぜたガズレレならではの、楽曲の、何回も言いますけど、シンプル簡単バージョンとかっこいいバージョン、両方が記載された、楽譜ですごくきちんと整理されたね、楽譜なんでですね、きっと皆さんかなりこれご活用していただけると思います。で、これ慣れてくるといいのはですね、やっぱり本もめちゃくちゃ書き込みとかできて便利なんですけど、やっぱりスマホとかタブレット1台でて、カジュアルにこう楽譜こんな何冊持ち歩かなくていいっていうのが1個あるんでですね、まあ本が好きだという方はもちろん本もいいしですね、こっちのガズレシピのアプリもぜひご活用ください。はい。そしてまあ重ね重ね、このガズレシピではですね、本も本当に紙の方もリリースしてます。こっちも Amazon とかでもゲットできるしね、島村楽器さんなどでも販売してるんで、もし本が気になるなという方はまずこれもねゲットしていただけると面白いかなというふうに思います。そういうわけで今回はガズレシピに新しい、楽曲の楽譜、かっこいいバージョン、簡単バージョン両方記載された楽譜40曲が追加になったぞというお知らせでした。まだねガズレシピのアプリ知らなかった方、これを機にちょっとインストールだけでもしてみてもらって、ちょっといろいろいじってみてね、無料の楽譜もありますから、ちょっとチェックしてみてもらうのおすすめです。はい。9月の9日10日、ウクレレピクニックで G ラボのウクレレのねブース出展、決定してますよ。行ける方行ってみてください。はい。今日はお知らせでございました。楽しく音楽していこう。じゃあね、バイバイ。